みなさんこんにちはさくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです今日のテーマは外国人観光客についてです私は昨日実家から東京に帰ってきました 移動手段は飛行機です。私はだいたい二ヶ月から三ヶ月に一回くらい実家に帰ります。その時はいつも成田空港を使います。ここ二年三年二三年はコロナウイルスの影響で空港は本当に ガガラガラでした人がほとんどいませんでしたですが今回成田空港を使って少し今までとは違うなと思ったことがありますこれまでは、まあ、この2年とかですね23年は本当に人がいなくて。 日本人しかいませんでしたですが昨日の成田空港はそれなりに人がいてしかも外国人観光客が多かったですただコロナウイルスが始まる前と違うのはその外国人観光客は アジアの人しかいなかったということですね欧米系の人はいませんでしたで、なぜかというと今日本はツアー客しか受け入れていません個人旅行で日本を旅行することは今はできないそうです 間違っているかもしれませんが欧米から来る人たちは個人旅行を好みますそして中国とかその他の他の国もかもしれませんが結構ツアーで旅行することに抵抗がない人が多いんじゃないかなと思いましたなのでツアー 客だけ今はいるそしてそのほとんどはアジアから来た外国人観光客だったとということですねただこうやって少しずつ海外から日本に来る人が増えていることを見ると少しずつ日常が戻ってきているんじゃないかなと 思って嬉しくなりました私も早く海外旅行に行きたいです行きたいところはまずタイかバリですねそこに今年行けたらすごく嬉しいなと思っていますまあ、近々日本も 個人旅行もオッケーになるんじゃないかなと思ってるので日本に来るのをずっと我慢しているという人はそろそろ計画を立ててもいいんじゃないかなと思いますそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. じゃ、またねー。